した来た。なんだよ。よいしょ。ああ。こちらにいるのはね、ご存知ふーたくんとちーちーというね、ご夫婦になりますね。下にいる方がふーたくんですね。上にいる方が奥さんのちーちーになりますね。あ、止めた。ね、はい、おたってんとってる。いいじゃん。ねえよ。ね、君と漫才やってるわけではない。だったよね。こちらの2匹ね、父の方がうちに来ても8年が過ぎね、風太くん9年が過ぎましてね、共に千葉市動物公園のレッサーパンダたちをね、こんなに頭数を増やしてくれたのはこの2匹なんですね。バイバイ。こちらの奥さんの父はね、まあ、風太くんは立つので有名にしていただきましたが、こちらの奥さんはね、全部で8頭もの子育てをしてくれましてね、無事にみんなを大きくしてくれました。なんだよお前は、君は褒めてないから。お分かんないの。はいはいはい、ね、お嬢さんね、はい、8頭もの子供を育てていただきましてね、その子供たちね、全国、日本全国各地にね、みんな旅立っていきました。とうとうね、あと2匹いるうちの息子の1匹はね、今度北海道の方にね、BL といってブリーディングローンというね、まあ、動物の貸し借りというのはね、で、まあ、向こうで繁殖しても頑張って繁殖してくださいよというのでね、北海道の方に行くことになりまして、風太くんちいちの、息子はね、食べてね、息子娘はとうとうね、北海道まで渡り、北は北海道、南は九州鹿児島までね、日本全国各地でね、孫をたくさん作ってくれまして、現在彼らの孫はね、うちの4匹も含めてね、全部で なんとな14頭ぐらいになってますね。欲しい欲しいって餌くれ餌くれ、四国の方ではね、とうとうね、彼らのひ孫までできてしまいましてね、まあ大家族ね、全国各地に大家族を展開しているわけですけどもね、この2匹10歳になりましてね、ちょっと衰えたかななんて思ってますけども、なんかこんなように元気いっぱいでね、人のことを引っ張ってもらいたいですよ。エタくれよ、元気いっぱいでまだね、これからもね、皆さんね、いっぱいあげるあげる、皆さんもね、こちらのふーたくんご夫婦をね、応援してあげていただきたいなと思ってますけども、向こうにいるね、エータ君ね、明日でとうとう、今日でとうとうね、最後の展示、皆さんとは最後の展示ですね、明日の朝に、北海道の方に旅立ってしまいますのでね、ぜひね、名残惜しいね、皆さんからのね、応援メッセージをね、あちらの方で職員いますのでね、ぜひ、一言でも書いていただいてね、出してあげてください。メッセージの方は ね、違う動物園と一緒にというわけにはいかないかもしれませんけども、確実に、札幌の丸山のね、担当者の方まで送りますので、よろしくお願いしたいと思います。もうないよ。でもバッツこの後は隣ね、枝くれる、子供たちの方も、ね、どこもの広の携帯で